めてですが、今ランナーは追い詰めていきました。やっぱり海君のねこの足っていうのがこう焦りにつなげたんじゃないかなって感じますね、うん、さあそしてランナー二塁三塁となって岡田監督投手の権利も転がり込んできます。3球目打った、しかしライトボールをつかむ、サードタッチアップからスタートを切ってホームに帰ってきてクロスプレー。